デハビランド DH-88 コメットで、ハビランド DH-88 コメットは、イギリスのデハビランド社が製作したレース用飛行機。デハビランドは1934年に、ビクトリア州100周年を記念して開催された、イングランド・オーストラリア間の1万1000マイルを、踏破する長距離、エアレース、マック・ロバートソンエアレースに参加すべく、このレースの専用機として DH。 88の開発を開始した。1号機は設計開始から約10ヶ月後の1934年9月8日に初飛行し、続いて完成した2機と共に、同年10月20日早朝にミルゲンホールを出発した。レースに参加した3機のうち、チャールズ W.A. スコットとトムシー・ C. ブラックが乗るグロブナーハウスは、わずか3時間半の試験飛行のみで、レースに参加し、キルクーク。 バグダット、シンガポール、ダーウィンを経由して、飛行中に、左エンジンの油圧がゼロになるというトラブルに、見舞われながらも、計70時間54分18秒の飛行を経て、メルボルンに到着、優勝した。他の2機のうち1機は、機体故障などで棄権したが、もう1機は4位でゴールしている。レース後にさらに2機が製造されたほか、現在では、 飛行可能なレプリカ機も製作されている。レストアされたグロブナーハウス機体は、空力的に洗練された、単葉装発、流線型の全木製機で、最大時速200マイル以上、航続距離2600マイル以上という、要求性能を満たすために、様々な新機構が備えられていた。イギリス機としては、初の手動式引っ込め足を装備するほか、 公園フラップやフランスラチエ社製の2、羽自動可変ピッチプロペラも有する。コックピットはタンデム副座で長距離飛行に備えて前後両方の座席に操縦装置を装備。燃料タンクはコックピット前の胴体内に配されている。エンジンは自社製のジプシー6シをチューンナップして出力を向上させた。しかし、このチューンナップによって エンジンに過負荷がかかるようになり、オーバーヒートなどの問題が発生するようになった。着陸時の安定性は悪く、着陸速度が時速90マイルに達するだけでなく、楕円形の翼体形状によって、着陸時に急激な翼端失速が発生し、激しいピッチングやヨーイングを起こすという問題があった。また、エンジンポッドが前方視界を遮るため、パイロットは、 離着陸時に滑走路を見ることができなかった。ありがとうございます。